南海の山ちゃんが27時間テレビで刈り上げになったって話してましたけど、はい、あの現場の一番山ちゃんの横にいたのって僕なんですよ、うん、そうですね、僕隣にいたんで、はい、いいですかこの話、2日続けてになりますけど、うん、あ、ちょっとじゃあ違う角度からもう一つの目から見たあの事件、はい、あのね、あの日はね、うん、最初から山ちゃんはおかしかったんですよ。え？というのも、はい、滑らない話が始まります、うん、で席に着きました、うん、で僕もものすごい実は緊張したんです、うん、というのも僕も初めてなんです、僕滑らない話、滑らない話は、まるまるな話っていうのは出たことあるけど、うん、滑らない話って、はい、松本さんの肖像画があってあんなテーブルにみんなで座ってサイコロだっていうのは僕初めて で、はい、でしかも生放送全国ネットでしょ、うん、そうですよね、27時間テレビめっちゃ緊張してて、うんうん、でやっぱああいう時って喉乾くじゃないですか、はい、1時間半ぐらい本番があったのかな、うん、で喉乾いた時飲み物どこにあるかっていうと、うん、まあスタッフさんが持ってくる時もあるんですけど CM とかで、うん、でもあの滑れない話ってテーブルがありまして、はい、でその後ろに壁があってその壁がマジックミラーになっててその後ろにカメラがあるんですよ。あ、そうなんだ。そっから顔を撮ってるんですよ、だからあの座ってる席と後ろの壁の距離ってあんまりないんですね。あ、人があんまり頻繁に通れないセットになって縦長の、はいはいはい、うなぎの寝床みたいなセットになってるんで、ね、スタッフさんはまず入ってこれないんですよ、うん、だから事前に足元にペットボトルの水が置いてあるんですよ、うん、出演者分、うんうん、ずっと、はい、で本当緊張しだして、うん、なんかこの後は滑らない話とか言って、うん、なんか始まりそうだっつって、はい、でなんかジャンクションみたいなの CM 前の撮った後に松本さんが入ってきて、うん、おい生放送でどないすんねんとか言いながら、はいはい、でもそこはそこでピリピリってなりだして、うんうん、で喉乾いた、よし水飲もうと思って、パッて足元見たら、うん、僕の水がないんですよあれと思って、みんな飲んでるんですよ、みんなクビ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 、うんうん、でパッて見たら僕の右側がアンジャッシュの渡部くんで、はい、左が南海の山ちゃんで、二人ともグビグビ飲んでます、うん、僕のだけないんです。うわ、でそのまま CM が開けて、はい、始まって緊張感が9割9分やけど、うん、残りの一部で、うん、誰だ俺の水飲んだのっていう気持ちのまま僕は本番スタートしたんです。あ、ええ、で僕の右側の渡部くんが、うん、ぶっちゃけね、うん、本番前にちらっと確認したんですよ、うん、僕の右足元に1本水があって、うん、左足元に1本水があったんですよ。あ、両方に、はい、だどっちかが僕の水なんですよ、うんうんうん、でどっちだと確かにね、渡部と山田とどっちだと、ね、テーブルマナーのようにね、そう、このフォークはどっちのなんだこのグラスはどっちのなんだ確認しといた方がいい。1時間半のね、はい、この生放送のために、ね、本当なら僕は福岡で休みだったはずが、うん、一回東京に戻ってきて、でなぜ東京に戻るんだ、いや27時間でこの番組に出るんだ、うん、それを聞いた福岡のスタッフとかね、うん、テレビ局の人とか頑張ってこいと、あ、本当に戦地に向かう、ね、送り出してくれました、うん、出兵のように行ってこいみたいな期待背負ってるから、もう絶対に僕負けられないんですよ。そうですね、そんな俺の戦いです、あの場所は、ね、うん、サイコロ振る前に取り上げる給水所ですそれ、あそこはもう重要などっちだと確かに思って、給水ポイントなしでは戦えないんですで、まあ始まって、まあやってます、うん、で次の CM 入った時に、はい、ははんと、うん、これは渡部くんだなと、うん、だって水って右手で取るじゃん、あ、で結構あの高い椅子に座ってるんで、はい、鏡見ながら取れなきゃいけないんで、はい、で右左で言ったら自然に取れるのは右だから、なるほど、右側にある水を自分の水とするべきなのに、うん、渡部くんが左の水取っちゃったから俺の水がなくなったんだと思って、うんうんうん、渡部の野郎と、うん、まあ違うと思ったけど、渡部くんとはね、面識あるけどそんなに飲みに行くような仲でもないし、あんまり喋ったことも正直ないんで、言うに言えないんですよ、一口ちょうだいとかそこは言わないと大木先生で、いやもう本当言えなくて、で山ちゃんにも言えないで、一口ちょうだいってなんで一口もらおうとしてるかわかんないですけど、だからああ渡部くんが俺の水飲んじゃったと思って、ふって松本さんの方を見たんですよ、はい、なら、うん、僕そこで気づいたんです、はい、松本さんって、うん、左利きなんですよ。で、あの現場で一番偉いのはもちろん松本さんで、うん、松本さんが円の中央にいらっしゃるテーブルの、うんうん、ということは絶対に松本さん基準で水は置かれているはずだから、そういうこと、正解は左なんですよ。なるほど。はって、それに気づいて女芸人バーって見たら、みんな左側から水がドドドって出てきてるから、はぁはっと思ったら、
案の定ですよ、山里の野郎。乱していたのは、この秩序を乱していたのは山里さん、はいはい、山里くんのね、左足の奥の方にね、一本水が置いてありましたもんね。ああそうなんだ。だから普通の山ちゃんなら気づくと思うけど、はい、それも気づいてないんだと。あ、だからただでさえ結構テンパってたと思うんですよね、はい、うん、であの時間がやってきます。いよいよ、いよいよキングオングの西野がやってくるという時間が、うんうんうん、で正直言います、僕知ってました、うんうん、西野がやってくるっていうスタッフさんに聞かされてた、なんで聞かされたかっていうと、うん、それこそ玉結びをやってるから、うん、ひょっとして、うん、なんかあ山ちゃんの耳に入ったりしないかと、入ったら、うん、で僕西野とも個人的に仲がいいんで、うん、なんかのタイミングで大吉さんに入って、うん、僕から玉結び経由で、うん、山ちゃんに行ったらまずいんで、うん、あの来ることは黙っててくださいって言われてたから、うん、僕はもう分かってたんですよ、はい、で自分ももうずっとサイコロ回ってこなかったけど、最後の最後でようやく僕の目が出て、うん、1個エピソード喋れたから、うん、もう僕の中ではもうオロッケーと、うん、もう水のことなんかもういいよと、いつの間にか喉も渇いてないよとか思った状態で、そのあの時間に突入してきたんで、うん、まあすごかったですよ。はあ、そうですよね。まあ僕は知ってたんで、画面を見ててもなんかこの空気どうするんだろうみたいな、うん、大島ちゃんがあのなんか揉めてるんですっていうフリップを出した瞬間から、山ちゃんがね、ほんと嘘みたいな話ですけどガタガタ震え出したんですよ。小刻みに本当にカタカタカタってなって、うん、ハッと思って、山ちゃんもやっぱ危険を察する察したみたいでしょ、うん、本能です、早いなと思って、うん、あのなんかカンペで西野くん登場っていうのを見た時に、そうもうこれは俺で来るって思ったと、うん、だからカンペが出そうだったから、うん、僕山ちゃんの右隣にいて、はい、右向こうにカンペが出るから、うん、もう目に入らないようにしようと思ってわざと山ちゃんの壁みたいになって、なんでスタッフ側の動きをしてるんですか。で僕結構不自然だったんですよね、うん、山ちゃんもなんかテンパりながら結構僕と何回か目があって、なんかあなた不審な動きしてませんかみたいな感じで見られるけど、それはそうなんですよ。僕の後ろにも西野っていうカンペあるし、うん、下手したら西野が見え隠れするから、あそれを超隠して隠して、そうだったんですね。まあでもなんかさっぱりしてて、うん、綺麗に揃ってましたよね、髪の毛はね、うんうん、結局ね、今となって言えることはね、うん、もっと髪の毛切ればよかったよね。なんかあんな刈り上げじゃね、うん、ただなんか散髪に行ったみたいなね、確かに、うんうん、そんな感じになりますけどね、おざっぱりとして、うんうん、まあ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 、うん、まあね、でも本当はね、もっともっといろいろね、うん、言いたい話もあるんですけど、どこまで言っていいのやろとか、確かにね、うん、この問題はね、うん、皆さんが思ってる以上にデリケートな問題なんです。そうなんですね、うん、だから故に言えないなって思ってる僕が半分いて、うん、もう半分の僕は、うん、もうこの話題良くないって感じですね。そんなもう身内の喧嘩はもういいでしょうっていうのがあるから、なるほど ね、これをもってちょっと私はこの話題打ちのめとさせていただきますけども、わかりました、はい。